ある程度区分けされた中で1人の候補者を選びます。愛媛県内で4人の国会議員が生まれます。ネット投票は可能である。カルタマスター考えてください。学校の規模を重視するよとか、自分は学費を重視するよ、部活動を重視するよといったこの項目ごとの、優先順位を決めていってください。僕が、優先するのであれば、例えば本田さんを見てください、学費、教材を含み全て無償ですと書いてます。吉岡さんであれば負担は極力増やしません。でも月8000円程度学費が値上がりしますので学校存続のためにご理解くださいと書いてます。違う、ほらあなたの母校を守りました。ワードはここで終わらせていただきます。日本の社会というのは高齢の社会、超高齢社会。改めて選挙に行かないといけないなという気持ちが強まりました。投票場所が決められているというのは知らなかったです。今日の授業を受けていただいて、また自分の投票っていうのが、自分の一票っていうのがどんどん国を変えたりとか、社会を変えたり、そして社会を作るように、思っていただいて、どんどん投票に行っていただいて、これからの社会を一緒に支えていきたいなと思っています。